ジョニー・ジュースによるダイビングギロチンドロップ。ギロチンドロップはプロレス技の一種である。レッグドロップとも呼ばれる。日本名は足落とし。ジャンプして自身の片足を水平に突き出して尻餅をつくと同時に仰向けになった相手の喉に片足を叩きつける。日本では百七十一年十一月十九日、日本プロレスの後楽園ホール大会メインイベントにおける ジャイアントババアンド、大き金太郎アンド、グレートソロクタイ、ブルーノサンマルチノアンド、リック・マードックアンド、リップ・タイラーの6人タッグマッチにおいて、タイラーが大木を相手に初公開した。この時は、レッグドロップと呼称されて、それが通り名となったが、この技を同じく得意とする、ギル・ヘイズが1975年に国際プロレスに来日してからは、ギロチンドロップの名称が日本では、 一般的となった。フィニッシュホールドとしても、つなぎ技としても、古くから多くのレスラーに使用されている。著名な使い手の一人が、ハルク・ホーガンであり、アメリカでは、この技を、フィニッシュムーブとしていた。日本人選手では、ババも使用しており、アントニオ・イノキも1977年8月2日、新日本プロレスの日本武道館大会で行われた。 ザ・モンスターマンとの意思格闘技戦において、この技で勝利を収めた。女子レスラーでは、ブル中野が使い手として知られる。ランニング式助走して仕掛けるギロチンドロップ。ダイビング式コーナー最上段もしくはセカンドロープから、ジャンプして放つギロチンドロップ。ボビー・イートン、ブラックバート、サブー、日本人選手では、石川隆、モハメドヨネ、タル、軍祖が得意技としていて、 小橋健太も、ひとじき、フィニッシュホールドとして使用していた。小橋が三冠ヘビー級王座を、初めてダッシュしたとき、この技が、決め技となった。なお、サブウーは相手を、テーブルの上に寝かせて、そこに放つこともある。ブル中野は1990年11月14日、全日本女子プロレスの横浜文化体育館大会で、行われた、アジャコングとの金網デスマッチにおいて、 金網の最上部から約4メートルの落差で、この技を仕掛けた。弾崖式、ジアンダーテイカーは、相手の頭を少しリング外に出して、エプロンから見舞うものを使用。スタンディング式、小橋健太、ジョニーエースは立った状態で前鏡となった相手に、対してジャンプして、ギロチンドロップを決めた。回転式ブルナ中のスコーピオは、前転してから放つギロチンドロップを使用。 コーナー最上段から前方位置回転して放つ場合もあり、ブッカー T はヒューストンハングオーバーまたはハーレムハングオーバーの名称で使用。ハーレムヒート時代はスティービーレイのサイドウォークスラムに続いてこの技を放つ合体攻撃を見せていた。スコーピオはコーナー最上段から360度回転して放つギロチンドロップを ドロップザボムの名称で秘密兵器として使用。なだれ式デビルマサミは、コーナー最上段にいる相手に飛びつき、相手の首に足を引っ掛けながら、胴体で落下した後に頭部をリングに叩きつけつつ、足でギロチンドロップのダメージを与える、なだれ式を得意技としていた。その後、春山かよこが、この技を引き継いでいる。ホグロックビッグショーの得意技。 ファイナルカットの体勢で浴びせて倒す。ブーン、ドロップコフィキングストーンの得意技。ブーン、ブーンと目を切ってから両足を揃えて、レッグドロップを浴びせる。ありがとうございます。